グウェンドリンマキシン、グウェンステイシーは、マーベルコミックスが出版するコミック作品に登場する架空のキャラクターである。大学生であるグエンは、ピーター・パーカーが彼女の友人で、ライバルでもあるメリー・ジェーン・ワトソンと交際する前の恋人であり、本気で愛した最初の女性である。2007年の映画、スパイダーマンさんでは、ブライス・ダラス・ハーワード、 リブートされた2012年の映画、アメージング・スパイダーマン及び2014年の続編、アメージング・スパイダーマン2では、エマ・ストーンが演じた。ライターのスタンリーとアーティストのスティーブ・ディッコにより、創造された彼女は、アメージング・スパイダーマン第31号で、初登場した。彼女は、ジェリー・コンウェイ脚本の、アメージング・スパイダーマン第121号で、グリーン・ゴブリンによって殺害されてしまう。 彼女の死とそれを描いたマーベルの方針はコミックのファンダムの世界に大きな影響を与えた。彼女以前にはスーパーヒーローは誕生誕以外では破滅的な失敗をせず、またスーパーヒーローの恋人が予告なしに突然死することはなかったのである。このストーリー展開はスパイダーマン、そしてアメリカンコミックス誌においての重要点となり、 シルバーエイジの終焉を指すと認識されている。グウェン・ステーシーは彼女はアメージング・スパイダーマン第31号で初登場した。ピーター・パーカーとグウェンは両者がエンパイア・ステート大学の学部生であった時に出会った。当初ピーターはグウェンに声をかけられた際、病院の名おばさんが気がかりであったために無視してしまう。激怒した彼女はフラッシュ・トンプソンや ハリー・オズボーンとデートする。しかしながら両者は徐々に恋愛関係となり、グウェンはピーターの知的な個性を評価するようになる。グウェンの父親であるジョージス・テイシーが洗脳されて、ピーターと戦うと、それを見ていたグウェンはピーターが父を襲ったのだと、勘違いし別れてしまう。グウェンは後に真実を知ると二人は和解して、関係を修復するが、父が、 スパイダーマンとドクター・オクトパスの戦いに巻き込まれて死亡するとより複雑化する。グウェンは父の死の原因がスパイダーマンにあると考えて避難する。後にまたよりを戻し、昇進を癒すためにヨーロッパへと旅立つ。彼女はピーターと結婚することを望むが、彼は罪の意識からプロポーズをするのを止める。ピーターはグウェンに会うために、 ロンドンへと向かうが、スパイダーマンとしての活動を強いられ、彼女に会えずに去ってしまう。ピーターとスパイダーマンが同時にロンドンに現れたことは、グエンが結論を出すには容易であった。グエンは自分がピーターに結婚するプレッシャーをかけたことで日があったことを悟る。彼女はニューヨークに戻り、関係を修復した。アメイジング・スパイダーマン第121号でグエンは、 スパイダーマンの正体がピーター・パーカーであることを知ったグリーン・ゴブリンによってジョージ・ワシントン・ブリッジのタワーに囚われる。スパイダーマンはグリーン・ゴブリンと戦うために現れ、グリーン・ゴブリンがグウェンを橋から投げ捨てると、スパイダーマンはウェブで彼女の足を捉えてキャッチする。スパイダーマンはグウェンが助かったと思い橋の上に引き上げるが、彼女はすでに死亡していた。 ピーターはグウェンが橋から落ちる前の段階で、すでに死亡していたのか、それとも彼女を助けようとした際に、衝撃で首の骨が折れたのか疑問を抱き続けるのであった。グウェンの死は架空世界に大きな影響を与えた。メリー・ジェーン・ワトソンがグウェンの死を重く受け止め、より成熟した思いやりのある人物となった。彼女の死によって、メリー・ジェーンとピーターはより友情を育み、 最終的に恋愛関係となった。グウェンの教授の一人でありかつて恋人であったマイルズ・ウォーレンは彼女の死後に狂気を増し、ジャッカルとなった。死亡から約2年後、健康な状態ではあるが、死亡後の記憶を持っていないグウェン・ステーシーがアメージング・スパイダーマン第144号で登場した。このグウェンはジャッカルが作り出したものであり、1回目のクローンサーガで、 スパイダーマンを翻弄するために利用された。このストーリーの結末でグエンは、新しい自分の人生を探すために去っていった。J. マイケル・ストラジンスキーが、アメージング・スパイダーマン第509から514号で執筆した、ストーリー、シンズ・パストで、グエン・ステイシーは、生前に密かに、ノーマン・オズボーンとの間に双子を設け、フランスで出産していたことが明らかとなった。 グウェンの二人の子供であるガブリエルとサラは、ノーマン・オズボーンによって育てられ、ノーマンの強化された血液の影響により通常の2、3倍の速さで成人となった。ノーマンはピーターが、本当の父親であり、母親の死の原因は彼にあると子供たちに伝えた。エイジ・オブ・アポカリプスの世界では、グエン・ステイシーは死亡しておらず、マイティソーとならなかった、ドナルド・ブレイクのボディガードをしている。 スカーレット・ウィッチが創造したマグニートーが世界を支配する平行世界、ハウス・オブ・エムではグウェンは死亡しなかった。彼女はピーター・パーカーと結婚し、息子を一人も受けていた。彼女は科学者、実業家、平和運動家であり、科学兵器開発者のノーマン・オズボーンとは敵対関係にあった。メリー・ジェーン・ワトソンは人気女優であり、スパイダーマンの電気映画が制作された際には、 彼女がグウェン役を務めた。グウェンとその父のジョージは、生死世界で自分たちが死亡していることが書かれたピーターの日記を読むが、彼らはそれが精神を病んだピーターの妄想であると考える。リミテッドシリーズマーベル・ゾンビーズ・リターンで登場したアース・ゼットの世界のグウェンは、友人のメリー・ジェーンやハリー・オーズボーンと共にまだ大学生であった。 ゾンビ化したスパイダーマンがこの世界を訪れ、シニスター6を殺し始めるが、その後ゾンビ化した彼らによりグエンたちは襲われ、死亡する。アルティメット・マーベルでは、アルティメット・スパイダーマン第14号で、ピーターの高校で、ティーン・エイジャーの少女として初登場した。グエンは、アーティストのマーク・バックリーによって、初期のマドンナに影響を受けた容姿に描かれ、パンク系の服を着て、 反抗的な性格となっている。スパイダーグウェンの世界では、ピーター・パーカーではなく、グウェン・ステイシーが雲に噛まれて、スーパーパワーを身につけた結果、彼女がスパイダーグウェンとして活躍する姿が描かれている。書出は、エッジ・オブ・スパイダーバースに、その後、単独のシリーズでも刊行された。ありがとうございます。